こだわらずに、とりあえず手頃な価格で手に入れられればいいですっていう人は、まあ、正直どれ選んでいただいても大丈夫。今、まあ、安くて1万円ぐらいから1万円台っていうのが、まあ、割と最安値っていう感じであります。で、ミドルクラスがだいたい2万円後半から4万円ぐらい。で、ハイエンドクラス、いわゆるプロユースっていうかね、えー、作りがしっかりしてるとなったらもう6万、7万、8万。 っていう感じやっぱりそんなに品質低いの嫌だわっていうか失敗したくないわっていう人は目安としてだいたい2万5,000が最低ラインっていう感じ僕の感覚だと値段として前まで2万って言ってたんですけどちょっと値上がりしちゃったんで2万5,000は予算としてあったらいいなっていう感じですけども他の楽器だと安くてもあの十分クオリティ高いっていうのは存在するんですけど花本はね今もう大体その。 相場が調整されててるっていうかこれぐらいの音だったらこれぐらいの値段するよねっていううんうん納得っていう感じの相場感になってるどんな種類があるかっていうのを大きく分けるとこの2つですはい分かりやすい穴の中覗いていただくとこんな感じで気の利いた商品ページとか楽器屋さんだとちゃんとこの内部の構造まで見れます原タイプっていうのがいわゆるスタンダードでございまして近年だとさっき言ったようにドラムの役割をすることが多いので ベース、低い音ねえー、とね、バスドラキックの代わりとなる音とハイと、まあ、これがスネアのな代わりになるっていう感じでサウンドするわけなんですけれどもこっちにバズつけたくないよっていう人が一定数いましてその場合こういうふうに上側だけワイヤーがかかっているっていうやつがあります。まあ多少はなるんだけどね ベースを叩いても多少はあのどうしても鳴っちゃうんだけど弦タイプよりはこのバズ音が低音にかかりにくいっていうのがスネアワイヤータイプでございましてもう完全に、えっと、アコースティックドラムとして使うっていう場合はまあこっちかなっていう感じいやもっといろいろちょっと可能性知りたいわとかねまあルーツミュージックやりたいわでもいいしフラメンコやりたいわでもいいしっていう方はあのスタンダードな弦のタイプを選んでいただくといいかなと思います で弦の本数が2本2本で4本とか4本4本で8本っていう多いのだとあるんですけれどもそうなると割とこうどこ叩いてもジャリ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 っていう感じがしますちなみにこれは2本2本で4本あってあります4本だとまあこれぐらいっていう感じ これが、えー、と弦タイプで4本のタイプ。まあ、低い方にも割とザザザザザっていうバズ音がなりますし、特にこう、指を使った細かいプレイをするっていう場合ね、まあ、こういうあの細かいの見たことあるかと思うんですけれども、こういう場合はこのレスポンスが速い方がいいので、その場合は弦が張ってある。しかも弦が多い方が レスポンスがいいです。こういうちょっと指で鳴らすみたいな。タラララララララプーラララみたいな、ちょっと細かい指技を定はっていう方は弦が多いやつを選んでいただくといいかなと思います。<音 plays> はいとまあ、これがスネアワイヤータイプ。こんな感じで取り外し可能みたいな、えー、やつもあります。で、これがまあよくある感じの弦のタイプで、えー、数が多いのもあります。で、すみません、ちょっと独断と偏見で。 いいやつ買いたいとかね、失敗したくないっていう人は、えー、まあ代表的な花本のブランドがあるので、まあ、この辺選んどけば間違いないっていうやつをご紹介させていただきます。はい、左から、まずシュラグベルクっていうのが、ヨーロッパでまあ初めてその花本の製造に着手したメーカーでございまして、まあ、今では結構いろんなパーカッション出してるんだけど、花本がメインのドイツのメーカーです。シュラグベルクっていうね。 お店とか行くとね、必ず1台はあると思う。こういう、こういうロゴ見たことありませんこういうやつ。弦のタイプもあるし、スナッピータイプの響き線タイプのやつも出してます。どっちかというと今響き線の方が多いかなっていう印象。あの、世界のニーズっていうか世間のニーズに割と応えていく会社だと僕は思ってたけど、シュラグベルクは。割とそのやっぱドラムっぽく使いたいっていう人が割合として多いから、 ドラムライクなサウンドをする楽器が割と多いと思う。はい。はい。続きまして DG。これスペインのメーカーのね。で、グレゴリオカホンっていう。はい。たまに D&G っていう人いるんですけど、D&G だとドルチガッパーナなんで、あの、はいりません。DG ですから。はい。D&G カホンね。これはもう本当にいろいろな音楽ジャンルに対応できるっていうような姿勢で作られてるものが多いです。弦がほとんどだね。 で、他のメーカーよりも結構そのローが強い、低音がしっかりなる、でかい、ワイルドっていう感じです。印象で言うとシュラグベルクの方がちょっとまとまりがいい、上品な感じで、えー、DG は多少ワイルドにもいけるっていうか、うわーってこう、ちょっと試しにすげえでかい音で叩いてみますけども、こう。 ウわーってこう行きたいとき <laughs> きたいときシュラグベルクだとちょっとついてこないときがあるっていうかねキャパ的に音量のキャパとか鳴るキャパ的にああちょっとついてこないなっていうのがまあ今まで持ってた感想なんだけども DG だと割とその上限がないっていうかまあ悪い言い方をするとちょっと音が汚いっていうか粗雑な感じするしシュラグベルクの方が音まとまってあ心地いいなって感じる人が多いかもしれないんだけども。 一応そういう違いがあります。はい。まあ、完全にこれすいません。独断と偏見っていうか、僕の印象。えー、長く使ってたのが割と僕、シュラグベルク TG っていう感じなんで、この辺についてはまあ語れるんですが、ちょっと他のメーカーについてはね、そんな使ったことないんで、一般的な知識を共有します。はい。で、そもそものね、そのペルーの、えー、楽器ですから、ペルーも当然、カホンメーカーってありまして、今、アテンポパーカッションっていうのが、品揃えが多くて、えー、クオリティが高いと。 使ってる人が多いですね。はい。日本でも、あの、手に入れられると思います。まあ、こんな感じでね、すごい木目が綺麗なやつがあったり、いわゆるトラディショナルなスタイルの弦が張ってないタイプの花本もあるし、スペイン風の弦が張ってあるやつとかね、えっ、ー、と、弦が張ってある断面と張ってない断面が叩けますみたいなやつもあったりするんで、これも非常にいいですね。シュラグベルクとか DG に比べてちょっと安いと思います。 で、それ以外で、マイネルと LP っていうのが、これ結構世界的にも流通している、大手打楽器メーカー、パーカッションメーカーっていう感じです。花本以外にもね、もういろんなパーカッション出してますので、名前聞いたことあるっていう人いるかなと思いますけれども、この2つはもう大手メーカーっていう感じなんで、割と品質が保証されてます。クオリティが保証されている。昔はちょっとどうかなっていうのはあったんですけど、今ね、普通に使えますよ。まあ、無難です。 クオリティはもうそのまま値段に比例するっていう感じなんでエントリーモデルであればまあまあエントリーモデルかなっていう感じだし <laughs> えとさっきみたいに5万6万っていうねちょっとなかなか気合いの入った値段だなっていうやつはもうクオリティ十分高いっていうかプロユースですはいで最後1個日本のメーカーをちょっと紹介させていただきたいんですけどデコラっていうねあの日本人で仙道沙織さんとか畠山優さんが割と花ンプレーヤーだと有名だと思うんですけど 割とその辺のその女性プレイヤーでさっき言ったみたいなちょっとこう細かいピンがプレイするみたいなえっと型に向けたようなホンが多い印象ですこのサイズ高さも大体この高さってね50センチぐらいなんですよ海外メーカーだとただデコラーって小ぶりなのちっちゃいの女性が座ってもお子様が座っても余裕で届きますぐらいのちょっとこうサイズがコンパクトで かつ弦がが多くてレススポンスが早い割とこうパワープレイというよりかはサクサクこうね差別になるかもしれないんだけど女性があのやっても全然なるっていうような感じはい北海道にあるんですけどね割とね流通してると思いますしえっとネットで検索してあの取り寄せることもできると思いますのでこの辺おすすめ ですみません他にもねたくさんあるんですけど特に日本だ今いろいろありますよねだけど正直ねちょっとまだ、あのー、その流通が安定してないとか急に、あのー、販売中止になっちゃうとかあるんですよちょっとここで紹介は控えさせていただきますので気になるのがあったらちょっとね自分でディグって見ていただくとか SNS とか YouTube にも演奏してる動画を上げてたりしますよね えーとまあ、そういうのを見て聞いて選んでいただくといいかなと思います、はい。ちょっとここに上がっていないからといって悪いっていうことはないんだけれどもちょっと自信を持っておすすめはするのはまあまあここが無難。